リカルドグラールこと、リカルドグラールペレーラは、ブラジルサンパウロ州産、ジョゼドスカンポス出身のサッカー選手。中国スーパーリーグ、甲州 FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。クルゼーロ2013、2014のカンピオナーと、ブラジレイロセリエ A を制覇して、クルゼーロの2連覇に貢献した。2014年には、 カンピオナーとミネイロも制覇して2冠を果たした。2014年の国内リーグで、グラルは26試合15得点を記録した。活躍が認められて2014年には、プレミオ・クラッキド・ブラジレーロンと、ボーラジオーロを受賞した。公衆久し大賞2015年1月13日、クルゼーロ・イーシーから、中国サッカースーパーリーグの公衆久し大へ移籍することが発表された。 移籍金は1500万ユーロで4年契約、中国リーグ史上最高額の契約になった。背番号は11番。2015年2月25日、AFC チャンピオンズリーグ2015の第1節で FC ソウルと対戦し、移籍後初ゴールを決めた。さらに2015年3月4日、AFC チャンピオンズリーグ2015の第2節で、 ウェスタンシドニーワンダラーズ FC と対戦し、移籍後発ハットトリックを達成した。AFC チャンピオンズリーグ2015では、公衆久し代の2年ぶり2回目のアジア王者に貢献した。また AFC チャンピオンズリーグ2015の最優秀選手賞と得点王を受賞した。AFC チャンピオンズリーグ2015での活躍により、アジア年間最優秀外国人選手賞を受賞した。 長級リーグでは、甲州久次第の5年連続5回目の優勝に貢献し、中国サッカー協会年間最優秀選手賞と、長級リーグベスト11を受賞した。長級リーグでは、甲州久次第の6年連続6回目の優勝に貢献し、中国サッカー協会年間最優秀選手賞、長級リーグベスト11、長級リーグ得点王を受賞した。 パルメイラス2018年の暮れにセレソンでの最小集を目指すべく帰国。2019年1月15日にパルメイラスへ期限付き移籍することを発表した。背番号は公衆比佐次第と同じ11番。だが同年4月に始まった全国選手権の開幕戦の前半にいきなり負傷。戦列を離れている間にチームは負けなしの連勝で首位を独走。 その間に、公衆被差次第から、再度復帰のオファーを受け、同年5月23日に戻ること発表した。河北,北花夏幸福2020年、河北花夏幸福へ期限付き移籍した。背番号は、16番。2014年9月に一度セレソンに招集され、一試合のみ、親善試合で途中出場した。だが、その後は中国での活躍にもかかわらず、 招集が見送られた。2019年に中国サッカー連盟からのオファーを受け、中国代表になるべく帰化する準備を進めている。なし国際 A マッチ1試合例得点。ありがとうございます。